粋に勝ちたいです。法政には3年間いい思いをしてないので、ここでしっかり勝って日大は法政に勝つという新常識を作っていきたいと思います。絶対に負けられないです。法政にとって日大は今までずっと因縁の相手だったので、法政のプライドにかけて勝ちます。